都の人でありながらさっぱりわからない。瀬戸市、ザワザワっていう、はい、の穴が締まりが悪くなってダメだよすげえ。あ、この辺までちょっと磐梯山綺麗だかな。はい、それなりに見えますが、すごい怖い。地名、へえ。船着き場があってこの辺に、はい、じゃあ昔はここにあのこの辺で砂鉄で、まあ、ちょこっとしたあっさいこと、うん、あの桜谷観音って聞いたことある。あ、はいはいはい、あの岩場の、はい、あドカーンと上にあるやつ、はいはい、コロリさん観音の人ですね。いや違う、別、うん、読水寺の、あの、あ、ここに行ったら、はい、床が上げとくの、はい、あそこが鉄材、鉄を祭ったお寺。桜谷観音がになる。いやー、すげー切り立ってる、はい、こりゃー、ここすごいな。後ろから押すとゴロ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 、なんだあの石、なんだろうな。だな、これどういう山なんだべ、これギヤーって感じですね。これはちょっと攻めるに攻めらんねえな、これ。どんだってこっちに防御線を置く必要はないですね。そうですね、ほとんどここは無理です。そうですね、あの、いや、その日はもし万が一地震が来てゴロンって来たらどうすんのって感じ。あの、ほら、ハドガッピした、ほら、あそこの、いや、そう、あの岩なんですかねみたいですねモアイ像みたいななんか下の方になんか亀裂が入ってるようなスターンと落ちそうなんですよね、うん、あそこは分かれてますよね、感じね。誰かこうブロックで乗っけたみたいな雰囲気で、こりゃ最高だな、パッと見ると最高だな、ねえ、はい、また小さかったのがなかったのが、まあ聞い倒せでしょうね。聞い倒せって言われたら聞い倒したでしょうね。いやー、うん、こりゃすげえなー。そっか、そうですね。3倍ぐらいありましたね。そのとこじゃないじゃないですか。3倍とこじゃないですよね。小倉城の一番上のあれですか。これが二の丸ですもんね。これよりもさらに上にあるわけですからね。いや、もう上にあると何本もねえんで。ああ、なるほど。おお、まっすぐに上がってる。こちら敵が攻めていくとき、周りにみんないっぱい雑巾あるでしょ、はい、ここを通させるためにわざと縦堀をこう作るの、ね、で、ここにほらビシッと門が閉まっちゃったらここ歩くしかねえでした、はい、門がと、もう声ではなかなか行きにくいから、必ずここを通させる、敵を上から押すとゴロ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 上から石ぶっつけらっちゃれ石が転がってくるんですね、丸太転がってきたり。いやー、これは人気にらんですね。そういう堀だね、はい、なるほどなー石よりも丸太の方が運びは見やすいかもしれないですね。あー、何、これやー、何でしたっけ。これ石垣で歩くよりは俺こっちの方が楽でいいんだよ。これ木のチップがあるですね。これあれだな。はい。なんだっけ。その木のチップですね、これね。チップ。はい。礎石建物跡。ここに礎石建物跡。
山頂向かい浜山城跡水神宮宗像神宮はあ細かい砂石これは砂利ダメだろ人力ダメだろすごいああ水の道がよかった U 字工じゃなくてついに本丸だ。やったー。最後の足なの殿様をやっ。それでは。あ、まだ本丸つかずでない。いや、最後の最後にまだあるんですねこれ。山が目の前に。あれが羽黒山ですか。あ、羽黒山、うん、あーいやきたーついにいやーそうっすねいやこういうところあの背中についてたからまさかこねだろうなと思ったところにいや義経に後ろからあの馬で攻められてヒュードリングヒュードリングヒュードリングあの六甲山兵庫六甲山どこでしたっけね八島だったかな八島八島馬に乗って降りてるんですね八島の後ろから